本編み切れ、第十八巻末尾段巻部分、本編み切れは、12世紀初め頃の書写と推定される、古今和歌集の写本の通称である。古来、小野東風を伝承筆者とするが、書風、漁師等から見て、東風より2世紀ほど後の陰世紀の作と思われる。近世初期の農書家、本編み光悦が一部を愛蔵していたことから、本編み切れの名がある。 古今和歌集の平安時代の古写本として荒野切れと並び貴重なものであり、書道史上も重要な作品である。なお、説とは元来、冊子本や巻物であった和歌集、監視集などの写本を後世鑑賞用に切断して掛け軸などに仕立てたものを指す。原僧は巻子本で、本来古今和歌集の巻一巻二0と、 長備えていたものと思われるが、現存する薪は薪十、十一、十二、十三、十四、十六、十七、十八のみである。漁師は小当たりのカラコミで、白、花だ、口ちば色などのぐびきを施した上に、きららで、か草、雲さ、うんたちくももなどの文様をすり出したものである。または、これに顔料を加えたものを刷毛で紙面に塗る。 引き染めのこと現存する本は右で、古今和歌集は、霊館と断館のみで、腹相そうのまま残るものはない。巻十二の霊館が、京都国立博物館、巻十六の大部分と、巻十七の一部を合わせた霊館が三の丸名を、倉館に所蔵される。このほ巻1十と巻十一の各一部を合わせた霊館が、かつて存在し、古美術収集家として、 著名な実業家増田ダの所蔵であったが、この巻は後に分割されている。本編み切れの書風は、平安時代の金書道の最高峰と評される、荒野切れなどとは別系統で、他に同筆の遺品は知られていない。本編み切れは、紙面の高さ16.7センチメートルほどの小型の作品であり、当然ながら、自流も小さいが、出力が強く、 リズミカルな書風であると評されている。ありがとうございます。